こんにちは、アリパラオのジュンです。今回はパラオロイヤルリゾートをご紹介します。さあ、今回はパラオロイヤルリゾートというパラオの三大リゾートホテルの一つをご紹介したいと思います。こちらのホテルは PPR コーブリゾートホテルに並んで三大リゾートホテルと言われているホテルで、エントランスエリアの庭の部分であったりとか、あとはプール、プライベートビーチ、レストランや、それだけじゃなくてジム、テニスコート、パターゴルフ、あとはレストランなんかももちろんついています。で、今回はお部屋を中心にご紹介していこうと思うんですけれども、途中途中でプールだったりとかプライベートビーチの風景なんかも楽しんでいただければいいなと思います。それでは行ってみましょう。まずやってきましたのは405号室スーペリアガーデンというお部屋になります。お部屋の中に入ると、まず左手にバスルームがあって、右手にはクローゼットがあるような感じになります。で、クローゼットは結構ね、広々としていて、ちゃんとねセキュリティボックスなんかもありますし、靴をしまっておく収納なんかもありますね。荷物とかは余裕で入るんじゃないかなと思います。で、こちらがバスルームになります。で、バスルーム左手はお手洗いになっていて、嬉しいウォシュレットタイプになってます。で、洗面所がねすごく広々しているんですよね。パラオって浴槽が実は結構少ないんですけれども、こちらのロイヤルリゾートさんのお風呂はこのようにバスタブタイプとなっていますね。これね、僕だけかな、海の後ってすごい湯船に入りたくなるんですよね。なので、お部屋がこの浴槽タイプだと個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。そしてお部屋の中なんですけれども、このようになっていまして、ベッドが2つあって、で、結構広いです。ここはすごいゆったりできそうだな。で、ベッドの反対側にはこのように大きなテレビも置いてあって、収納もね結構いっぱいありますね。個人的に嬉しいのはこれ、空気清浄機がついてるっていうのがね結構ポイント高いです、僕の中でちなみにパラオの電圧は 110V になっていて、日本より若干電圧が高いんですけど、まあ長期間じゃなければ、比較的最近の電子機器、パソコンだったりとかっていうのだったら、特に変換器とかがなくてもこのままさせる、そのまま使えるという感じになりますね。で、こちらの部屋からの景色なんですけれども、バルコニーに出ていただくと、このようにエントランス付近の庭っていうのかな、が見えるタイプのお部屋になってますね。はい、まず一つ目にご紹介したのはスーペリアガーデンというタイプのお部屋でした。このお部屋は施設についているバスルームだったりとかテレビだったりとか設備みたいなものをご紹介してきたんですけれども、部屋自体もねかなり広くて、このお部屋だったら1週間から10日ぐらいの宿泊でも全然ね苦労はなく過ごせるんじゃないかなという感じでした。あとはバルコニーに出ると入り口付近の庭が一望できる眺めとなっていまして、滝の音がねこう入ってきてすごくね心地いい、視覚だけじゃなくて聴覚でもすごく自然を感じれる素敵な部屋だなと思いました。それでは続いて2つ目の部屋に行ってみましょう。続いてはお部屋番号221番のお部屋入っていきたいと思います。こちらのお部屋はスーペリアプレミアムというタイプのお部屋ですね。お部屋に入って、うわ、綺麗だね。
なんだろう、すげえおしゃれ。さっきの部屋とねまたちょっとお部屋の感じが違うんですけど、すごいモダンなデザインのホテルっていう感じですね。で、このようにこちらにはベッドが2つ置いてあって、で、枕元にもこのように照明があったりとか、この照明かわいいですね。で、照明も結構間接照明的な感じで、すごい素敵な照明になってますね。で、こちらの部屋はね、やっぱりね、この海ですね。こちらのベランダからの眺めがね、すげえ、うわ、しかも超綺麗今日。で、このようにベランダがあって、で、こちらの目の前にはパラオロイヤルリゾートさんのプライベートビーチがこのように広がっていて、目の前に見えるっていう感じですね。あ、これいいっすね。朝起きてここでコーヒー飲みたいですね。さあ、こんな感じでこちらの部屋がスーペリアプレミアムというお部屋でした。このようにベッドが2つあって、何よりもこのプライベートビーチに面したビューっていうのがすごく印象的なお部屋でした。で、こちらのスーペリアプレミアムっていうのは先ほどのお部屋とちょっと雰囲気が違うと思うんですけれども、こちらは最近リノベーションをしてこんな感じのすごくモダンなデザインになっているそうです。このヘッドライトとかすごくおしゃれですよね。で、お部屋の広さ的にはご家族連れというよりもカップルで来られた時にちょうどいいぐらいのサイズなのかなという感じがします。大人2人ぐらいだったら荷物も全然余裕で広げられて、すごく広々と過ごせる感じのお部屋になってます。新婚さんとかいいかもしれないですね。朝起きたらこちらのバルコニーでコーヒーを飲みながら外の海を眺めてゆっくりするなんていう、ちょっと非現実的な時間もこの部屋だったら過ごせるんじゃないかなと思います。それでは次のお部屋に行きましょう。最後にご紹介するのは632号室デラックスオーシャンというお部屋になりますね。早速部屋に入っていきましょう。うわ、すげえな、夢のあれですね。入ってすぐ目の前には洗面台がこのようにあって、すぐ右手にバスルーム、浴槽とシャワーがあって、右手にはお手洗いがあるっていう感じですね。で、お部屋の中なんですけれども、このようにちょっと先ほどよりもちょっと大きめかなのベッドが2つあって、で、左手にはテレビがあるっていう感じですね。で、こちらのお部屋も先ほどのお部屋と同じくバルコニーに出ると海が見えるんですけれども、バルコニーに出ていくとこんな感じ。うわー、すげえなー。これ先ほどご紹介したスーペリアプレミアムというお部屋から部屋的には4部屋5部屋ぐらいしか移動してないと思うんですけど、かなり見えてる景色が変わっていて、ちょっと言葉での表現が難しいんですけど、ボートで旅行に行った時だったりとか街中を歩いてる時とかの雰囲気で、あ、私って今、僕って今パラオにいるんだっていうのを感じる瞬間っていうのが結構あるんですね。で、このお部屋のベランダから見えてる景色っていうのがまさにそれで、目の前にはロックアイランドが広がっていて、すごく静かな海の上にこういう風にボートがポツンポツンと止まっていたりとかして、海の透明度はもちろんめちゃくちゃ高いので下のサンゴが見えていたりとか、これはねちょっと別次元ですね。いや、これはすごいわ。で、基本的にはこちら側の空っていうのが東に面しているので、日が昇ってくるところだったりとか、あとは月が昇ってくるところなんかがここのお部屋からだと見えますね。いや、これはすごいぞ。はい、最後はデラックスオーシャンというお部屋をご紹介いたしました。いや、このねお部屋はねザ・ゴージャスっていう感じですね。さっきのお部屋でもベランダから見える景色がめちゃくちゃ綺麗っていう話はしたと思うんですけど、ここの部屋から見える景色はもう別格ですね。多分ね、これね実際に目で見ないと伝わらないんですけど、本当ね言葉を失いますよ、この部屋のベランダからの景色。
このお部屋は先ほどのスーペリアプレミアムと同様にカップルの方とかもちろんいいと思いますし、あとは新婚さん、お子様連れでパラオに来られる方とかにもすごくいいんじゃないかなと思います。でなんせやっぱりこのバスルームのエリア、これは家に欲しいね。でこのお部屋は今6階になるので結構ね、窓を開けとくだけでも風が入ってきて、今天井で回ってるこのシーリングファンと自然の風だけでも全然涼しいなっていう感じがしますね。で窓を開けておくと南国の鳥たちの鳴き声だったりとかっていう自然の音が聞こえてきて、あのお部屋の中にいるだけでもねすごくゆっくりできるんじゃないかなって思います。はい、こんな感じでパラオロイヤルリゾートから今回はご紹介いたしました。こちらのホテルはマラカル島というダイビングショップとかがいっぱい並んでいる島にあるホテルになっています。ですぐ近くにもコンビニであったりとか、あとは WCTC っていう大きいショッピングセンターの系列のスーパーがあったりとかするので、お飲み物とか食べ物とか買いに行くのも結構楽々買いに行けると思います。で今いるこの後ろの部分は海水になっているので魚がいて、で滝の音が聞こえてきて、朝の時間だと結構鳥の鳴き声とかもいっぱい聞こえるんですね。なのですごく自然を感じられる癒し空間という感じです。本日ご紹介したお部屋はスーペリアガーデン、スーペリアデラックス、デラックスオーシャンという3つのタイプのお部屋をご紹介したんですけれども、他にもまだまだお部屋のタイプはあるので、よかったら概要欄の方から公式ホームページとかも見てみてください。というところで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハリーマラオのジュンでした。